はいこんにちは金城一です、えー、今回の、えー、動画タイトルがですね「あのえー、大石寺67世、えー、安倍日賢が死亡」ということで、まあ、前に何かついてたと思うんですけれどもあのいずれにしても、えー、今回は、えー、2019年、えー、9月20日に見,見まかった 安倍日賢大石寺の67世安倍日賢についての、えー、雑感を、えー、少々お話しさせていただくことにします。えー、あらかじめ、えー、注意点がございますんですが、えー、まず一つに、えー、私金城秀一は、えー、反日蓮召集反日蓮反大石寺系宗教、えー、反法華経 の立場であるがゆえにこれらを妄信する者の現のに耳を貸すつもりは一切ございませんので特に日蓮召集妄信者は今ここでページを閉じてご退場くださいまた一部ツイッターなどで妄信法行為員どもが私金城秀一の滑舌の悪さについて誹謗中傷しておるということは 判明しておりますけれども近所周一の滑舌が悪いことについてはあらかじめご承知いただくこととしこのことに同意いただけない方も今ここで動画を閉じて退場してもらうよう警告いたしますここから先は以上の二点をご了承いただいた方のみご視聴いただけるものとしてお話を進めさせていただきます えー、それでは本題に移りますけれども2019年世間では、えー、令和元年っていうよらしいですけれども2019年の、えー、9月20日、えー、午前7時30分に、えー、大慈寺の67世だった安倍日賢、えー、本名安倍晋王が、えー、見,見まかったということで報道にも出ております。まあ、この安倍日に ついたもこの日賢が見まかったのが報道でもあの表記の揺れがあったんですけれども「退席時出張所」ともあるいは「自宅」とも書かれておるんですけれども実態から言えば「退席時の出張所」とは言い難い実態がございまして。 ここでは、えー、自宅で死んだものということで、えー、我が一家では、えー、見出しております。でこの大石寺出張所という名前の阿部実憲の自宅ですけれども世田谷区にありましてあの8億円の豪邸だそうです。ところがね日蓮召集猛進者の連中は自分たちのホストの8億円豪邸は棚にあげて検証会の1億円豪邸を ボコ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 とと叩いてやがるともうこれはまさに同じ穴の無地だというほかないえ滑稽なものですけれどもそれはさておき私はこの安倍日憲というものについてどう思っているのかということがこの動画の主眼になっておりますのでそれについてお話をまずはさせていただきます。 まあ、私の経歴についてはあのシングスピール会の,方にあのホームページの方にも出ておりますけれども、えー、幼少時には総合学会に連続させられ、えー、ボロ親の死去でフェードアウトするに至ったものの,あのこともあろうに2003年に再び引きずりあの今度は日蓮召集の宗門の方に引きずり込まれて、えー、以後11年余りも連続させられるという屈辱を味わっています。 総合会をフェードアウトしただいぶ経った頃にあの3ヶ月だけあの新聞を取らされたことありますけれどもまあそれ見てあ,あもうどっちもどっちだなっていう、えー、感じがしたのをよく覚えておるんですけれどもねまあ今にしてみればその感覚はあの決して間違いではなかったということになるんですけれども。あの不本意に 州も日蓮召集に引きずり込まれて11年間もあの悪の権限を敬わされたということが私にとっては非常に屈辱でありますのでこの安倍日権に対する怒り恨み憎しみというものはもはや無限大であると言わなくてはと思いますそれだけではございませんで,ですね。まあ、日蓮正という ものがですね暴力宗教嫌がらせ宗教ストーカー宗教であるという点においてもその主会であっていわば加害者の頂点ですからね私から見れば安倍日っというのはあの。退避したとはいえやさらの論理からすれば現在の68世早瀬日の,あのこいつよりも上に位置づけられるのは。 ある意味当然の季節で。その意味からも、やはり。太陽はしてていても、アメリカ圏は。あの憎悪の対象であると。いうことにあるんですよね。まさに私にとっては。不具体点の敵と言わざるを得ない。ええー、邪悪層が。アメリカ圏と。いうことになるんですけれども。あのタイトルがに。七クリンに溺れた。 悪の権限って書きましたけれども実態としては、まあ、この言葉はぴったりなんじゃないかと8億円の豪邸に住み、えー、七二繰りに,にクリーン騒ぎを繰り広げてそれでちょっと近くに出るのにも運転手付きの最高級車ってなけ出しの金を新者からむしり取っとっておいておかしいんじゃねえのかって本当になけ出しの金からああだこうだで色つけて金をむしり取っとっておいて てめえは豪勢な生活するってそれおかしいんじゃねえのかって普通だったら思いますよねあのそのことに何の疑問も感じられない申しん者どもとの感覚というのは私にしてみれば理解できないものでもありますまあこういうありさまですからその安倍日経が見まかったということについては一定の意義はあるわけなんですけれども これをめぐってまた同じ穴の無事なの輩どもがあーだこうだと叩き合っていいますいわくどこどこは日賢の死を喜んでいるだとかなんだとか、まあ、多分創価学会のことなんじゃないかと思いますけれども、まあ、多分そうでしょう大体あのカルト三兄弟の中でも下っ端が一番敵対して叩き合っているのが日蓮召集と創価学会ですから。 周走、まあ、プロレスの動画でも申し上げたようにあの対立しているのは表向きでなおかつ下っ端同士っていうことですので、まあ、裏ではやっぱりつながっていると思うんですけれどもねあのそうでなければ、えー、典型的な長、まあのつく新創価学会新池田対策のそうであった安倍日ニが いきなり表現して総合会を破門すするといいうのはちょっと考えにくいんですよねしかもそれ何十年も続いたものが表ょ変したわけですからまあ確かに人の心は変わるとは言うけれどもまあどっちの言い分を取るかっていう問題もあるかもしれないけれども私はどっちもどっちだと思ってるんでまあ何にしろあの変わり方は尋常ではないんでやっぱり対立と破門を演出して 下っ端同士をわ争わせることでそれぞれの上層部同士は安泰になるという仕掛けなんでしょうね全く馬鹿まさしいことだと思いますまあ今更申し者ともに何も言いませんけどね申し者に何を言っても無駄だと思っておりますので、えー、それで確か総科学会が日経の主を喜んでいると言って叩いている申しん発起行員がいたように 記憶してるんですけれども、じゃあてめえらは罰だ、罪状だって言って人の幸を喜んでんじゃねえのかっていうのが、まあ、偽らざる気持ちでございまして、まあその意味ではですね、普段てめえらがやってきたことが帰って、ブーメルンだって帰ってきただけなんだよって、そういう話ですよ、本当に。それで、まあ、当然、フグ大天の敵アビリッケンの死ということでですね、じゃあ私はどう思っているのかと。 いうこととになるとですね、まあ、これがね、まあ、本当本来であればあの喜びあのはしゃぐような場面なんだろうけれどもちょっとそういう気持ちにはなれなかったようやく安倍がいなくなってくれたっていうことでなんて言ったのかな本来ならば喜ぶようなことなんだろうけれどもそれも半分ですよねはっきり言っちゃうと喜び半分なんでかっていうと。 あの安倍日経が死んであの全てが終わるんだったら無条件に喜ぶんだろうけれどもじゃあ安倍日経が死んで何か変わったのかっていうとそうでもないし何も終わってないしそういう意味において素直に正直に喜べるような状況にはないというのは偽わらざる気持ちなんですよねまあもちろん形式的なことはやりましたけどねまあ赤飯も食べたし、えー お酒も飲んだし。でも、やっぱり。死んだとは言っても、もう九十六歳ということで。見まかって当たり前の、ね、年でもあるし、天寿を全うできないで。死んだわけでもないし。あの、むしろですね。こんなお分かなのによく、よくも九十六歳まで生きやがってって。いうのが。正直な気持ちですね。まあ、本当に九十六歳まで生きたのかどうかも、怪しいと私は思ってますけれども。 あただ2014年頃まではその姿を見てたような気もするんだけどもしかしたら影武者でも使ってたんじゃねえのかってみんなね90歳超えてあの法要の,あの大同士がねできるほどね世の中甘くねえって言うんだよはっきり言うけどあそれ考えるとね私がそれ見てたのは本当に安倍日賢だったのかっていうことはね素直に信じられないですねまあその辺に関しては 証拠はなんかあるわけでもないし真相は闇の中って言わざるを得ないですけれどもねあそれでこの安倍日権というこの悪相なんか私は池田大作より長生きするってこざえたらしいですけれどもなんか池田大作ももう危ないらしいですけれどもその動向によっては今後その言葉が嘘になる可能性もゼロではない状況なんですよね。あの純粋に生きた期間っていうことに言えば 当然安倍日経の方が池田大作より年上ですから安倍日経は96歳で見まかったけど池田大作があのもし仮に生きていても91歳ですよねまだあと5年あるわけです1月2日に92歳になる計算なんだけれどもそれでも96歳9ヶ月を超えるまではだいぶまだ先があるんですけれどもねただその辺はね多分ね言葉の矢だと思うんですけどね 多分、このことを指摘したら「池田より先には知らないとは言ってない」とか言い出すかと思うんですけれどもねまだ未確定事項があるゆえにその言葉は何の意味も持たないし反駁にもならないですけどねはっきり言うと自力消滅状態です野球になぞらえて安倍日恵はでに見分かってしまっ96歳で見分かってしまったので池田の同行取材です つまり自力その単純にその生きた年月の長さということで比べるんであればですねあの池田内作がもし本当にまだ生きていたとして91歳10か月ですから今安倍日経は96歳9か月ですからそうですねちょうど96歳と9か月ちょうどですね安倍の誕生日が12月19日ですから。 最初は何年だったかな、えー、西暦にすると1922年、えー、池田が1928年の1月2日生まれですのでまあでもそういうことの比較ってあんまし意味がないと思うんですけどね私的にはまあなぜなら人はいつか見まかるモルタからで、ね、ありますだからね私なんか的中門のせいで、ね、そんなに90なんて長く生きられない体にされてんのに なんで安倍日賢は96歳まで生きやがってってこれがはっきり言うけど正直な気持ちだよほんとにふざけんじゃねえよっていう話だよほんとに、まあ、それが磯原さんらざる本心であるということでありますあとそれから放映委員執着軍団のメンバーの一人の男がねあのツイッターで「安倍日賢よいしょ」の固定ツイートをしてやが,やがるんでこれを走っておきますなんか成仏の層で完封とか 答えてますけれどもこれには重大なからくりがあるということを指摘しておきますだいたいでもってねドライアイスなしで何時間も遺体が何もしないで遺体が持つなんてそんな甘い話があるわけないんですよはっきり言うけれども真珠にしていれば遺体が腐らないなんていうのは嘘でたらめのまやかしだってあの現役の葬儀屋さんがおっしゃってるわけですから現役の葬儀屋さんがねそうやってちゃんとご自分の目で見られて おっっしゃってるものを、ね、どう話ですよ本当にこれにはねはっきり言って裏があると思うんですけれどもそれは何かと思うとね多分エンバーミングをしてんじゃねえのかって安倍ニッの遺体はエンバーミングをしてたんじゃねえのかっていうのがもっぱらの推定ですあのエンバーミングっていうのはあの遺体に処理を施して、まあ、ある程度の短い期間を持たせるための,あの措置でありまして。 日本ではあまり聞き慣れない言葉で一般的でないですけれどもあの費用もかかりますし海外特に先進国ではもはや常識とも言われているものでありますだからエンバーミングを施せばあの安倍日賢が9月20日にあの死亡してからあの10月11日の奔走までぐらいはエンバーミングをすれば持つんですよはっきり言うけれどもそのエンバーミングによってあの黒ずんでいっても ね、そういったものを取り除くこともできるしだからねアメリカンンののの遺体はエンパーミングをしててるんんじゃなないいかっていうのがあの私の推定なんですよねその程度のことも考えられねえのか防止にッケ行為と思わって本当思うんですけれどもまあそのぐらいのことも考えられないのだからいかにカルト宗教の信者が思考停止しているのかということがよくわかる話ですよね。まあ、ということなんですけれどもいずれにしても。 安倍日ンが死んだとは言っても、まだハラスメントやストーキングが終わったわけじゃねえし、さっきも言ったけれども、安倍日ンが死んで全てが終わるんだったら、そんなに苦労しねえよって、っていう話ですね、本当に。だから喜びも半分っていうところなんですよね。むしろ、ね、見まかって当たり前の年ですから、96って。こんなお別けなのに、よくも96歳まで出来上がってるっていうのを偽わざる本人ですよ。はっきり言うけど。 なおこの私の大、えー、心に対する感傷は、えー、固くお断り申し上げます。ということで、えー、本日は少々長くなりましたけれども2019年9月20日にこの世を去った大石時の67世だった阿弥日賢について少々、えー、お話をさせていただきました。えー、それでは、えー、本日も この動画はシングスピール街金城系本部の制作・著作によってお送りいたしました。